三橋チュートアウト決勝戦始まるよ。カメラを止めるな。はい、ついにやってまいりました。決勝戦でございますね。はい、決勝戦です。株式会社アミューさんからですね、35万円貯まりまして、1位が20万円20万円、はい、20万円、2位が10万円本当に、3位が瀬戸選手ですね。あれどこ、あ、5万円はい、おめでとうございます。いいよ、5万円爽やか、何回いけんの。はい、で今日はどっちが20万円持って帰るのか、誰が10万円なのか決めていきたいと思います。前回ですね、第4回で、はい、死闘を繰り広げましたキャプテン春江、はい、はい、そして、スキップで体力を温存していた瀬川真央選手、あはあはっ、出た、これは楽しみだ、絶対倒す、ちょっとふざけただけで煽られまくり。今私が指導しているですね、毎年プロテストを受ける選手たちの、はい、勝ち抜きバトル、はい、まあ結果を見ればですね、はい、瀬川真央選手と芝選手が決勝に残ると、はい、まあ、これはやっぱりゴルフはね、はい、やっぱりこう小技と正確性が、はい、やはりこう大事なんじゃないかなというのを、まあ、我々のチームはね、もう女子の中でも切っての飛ばし屋いますし、はい、ショットがビンビン行く子もいるんですけども、はい、結果的に残ったのが瀬川真央と芝ちゃん、はい、まあ、うちのチームでは飛距離が意外、まあ、どちらかと出ない2人なんですけども、やはりこう初めて回るコースをきっちりきっちりこう正確性よくですね、はい、プレーをして、なおかつリン外してもきちっとアプローチをする、はい、やっぱりもうまさにゴルフの真髄ですね、はい、やっぱターゲットゲーム、それからショートゲームのやっぱりクオリティの高さ、はい、これがやっぱり決勝この2人に残ったんではないかな、素晴らしいです、思います、はいはい、なのでこれからですね、最後、はい、やっぱりこの三橋の代表としてですね、はい、素晴らしい戦いを期待したいと、はい、飛ばしだけじゃねえぞと、はい、いうことをお送りしたいと思います、はい、よろしくお願いします。あ、すいません、まだ撮影始めてないんで、はい、どうぞ、はい、あ、いや悪くない、悪くない、脱落した人たち元気になってない、大丈夫だって、一人だから落ちたの、二人くん、確かにまだ代わりに打ってくんない、代わりに打ってくんない、そこの、先の帯入っちゃいますね。え、芝キャプテンは、あれね、振ってくんですね、振りますよ、はい、ぶん曲げ何やってんだ、ぶん曲げ何やってんだ、ゴルフは曲げてこそ勝負で、急に路線変更が過ぎるでしょ、今までということで、はい、難しそうなロングホールですね、どこに打てばいいの、右の数になりまして、うんうんうん、バンカーまで240ぐらい、はいはいはい、チャレンジャーは、はいはい、右の林を越えていくんですけど、ポンポンポン、だいたいうまくいかないんで、はい、いかないんで、ここは絶対見えてるバンカー方向にですね、はい、240いかないぐらい、はい、バンカー手前に打っていくのがベストだと思います、はい、ありがとうございました。あ、最後に笑顔いただいていいですか、はい、はい、バッチリです、はい、ありがとうございます。マークは0円です、はい、マークは0円、スマイル0円です、スマイル0円です。さあ、チーム三橋シュートアウト、アミュープレゼンツ、いよいよ最終ホールとなりました。これはセガモモにしては珍しく、左、はい、やっぱりね、こういう緊張感の中でやっぱりこうプレーできるってことがやっぱりこの子たちにとってはすごくこう財産になりますし、やっぱりこう普段曲がらない選手をね、やっぱりこう優勝がかかったティーショット、やっぱり右 OB ですからね、やっぱりまあ最低限右は避けましたけども、やっぱりもう少し自信持ってね、真ん中打ちたかったかなと思います。セガモモ曲がるんですね、元気をもらえた、もらえたね、元気をもらえた、セガモモも曲がるんだね。はい、まいや、キャラじゃないんだよな。魅惑のドローボール。好評発売中、魅惑のドローボール。あ、いいね、いいね。魅惑のドローボール、いいっすね。魅惑のドローボール、今なら1750円。頑張りましょう。はい、打ってください。はい、お願いします。ぶん回す。
しょー。曲がったわ。あ、全然問題ないですね。はい。あのさ、曲がったのレベルがさ、違うよね。曲がってない、あれは。もう、私たちからしたらね、もうフェアウェイやみたいな。はい、行きましょう。セカンド、セカンド。ありがとうございます。いや、やっぱ右嫌ですよね、ここは。ここね、右嫌だよね。はい、ここで驚きですよ。あんだけ曲がった曲がった言ってフェアウェイですよ。全然曲がってない。何番でしたっけ。17。あ、じゃあ16。16、はい、16、16。これ、ちょっとマナゴルフクラブ所属、マナ篠崎マナ選手、ちょっと次はどこが狙い目なんですか。もう普通に、あ、結構狭めですよ。狭い。でマナゴルフクラブ難しいですね。なんかさっきからずっとトリッキーなとこばかり。狭いし、トリッキーだし長いんだよ、うん、長いで、ね、確かに。でもまあ、これは見たまんま、うん、普通に真ん中狙いでいいな、これ。右行き過ぎない。うん、あの、あ、でも右行き過ぎない方がいい。行き過ぎない方がいい。はい。でもまあ、普通に真ん中、真ん中でぶん曲げるとかいい。ぶん曲げる、ぶん曲げる幅がこれだった。それな、そういうとこ。はい、では2打目いきたいと思います。ナイス。うん、ヘアウェイかな。え、今何番で打ったんですか。今4です。4番ウッド。はい。あと何が入ってるんですか。あと5、こっちは下で迷って4から。なんで4にしたんですか。いけそうだなと。上がらない。上がらないから3が。あ、そういうこと。はい。これぐらいのラフだったら全然。そうそうそう、全然です。ラフ、あのウッドでいっちゃうんですね、振ってますね、芝。振ってますよ。ね。うん。でもあのここの三橋さんに習ってからどんくらい距離伸びたんですかね。え、多分キャリーでガチで30ぐらい違うかも。もう人間違うじゃん。キャリー多分200いってなかったから今まで。マジで。選んで転がってたから、うんうんうん、球低かったし。え、なんか今のキャリーは230ぐらい、いってそうな感じで。20はいってるかもしれない、 もしかしたら。うん、そうそう、さっきも240のバンカー入ったしね。確かに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 。確実に伸びてる、うん、そう。だからキャリーが220いってるかもって感じ、うん、じゃああれじゃないですか、またフォースから。そう、フォースでまたフォースがまた伸びちゃう。そう、篠崎マナに追い越せ追い。今のはやっぱりこうつま先下がりなんでしょ。でつま先下がりっていうのはやっぱりこうちょっとこうインサイドから入るとやっぱりちょっと山みたいにダフるんですよ。だからやっぱりあのもうちょっとこう左側にちょっと軸を置いとくとか、少しこう普段よりかはちょっとこうフェードのイメージとかね、少しこうクラブ前から振れた方が良かったですね。セガ選手残り何ヤードですか。はい、143のスマップちょい、はい、ライははい、若干沈んでますかね。バンカーだけど。こういう感じです。これぐらいのラフだと別に気にしないですか？フライヤーとか。あ、そうですね。あんまり私かかんないです。さすがフライヤーを凌駕していくセガママか。いやいや、なんかね、あんまりフライヤー。まあ落ちてからちょっと転がっちゃうかも。まあ状況的には。セガモンは、ラフのちょっと沈んでるところから、まあバンカー越えのサードショット。芝選手は、バンカー、まあバンカーを苦にならない、まあ、この子たちライブではバンカーも苦にならないので、状況的にはやっぱり芝ちゃんの方が球を止められやすい状況ではありますね。注目の3打目ですね。ロングは3打目ですか。
いやー、うまく打ったよこれ。ナイス。ちょっと飛びすぎかな。いや、振り方変わった。うん、あんなに打ち出し高いイメージがないもん。うん、めっちゃライン出てる。ナイス。ナイス。振り方やっぱ変わった。変わりましたよね。コートコート。緊張してるんだ。なんかさ、ここのさ、振り抜きがさ、わかる、わかる、うん、スピードとさ、腕が、うん、腕の余んなくなった気がする。そう、腕がめっちゃ余んなくなりました。こっちスパーン、ね、手いけたらいいですよね。なんだそれ、かわいいな。え、今じゃあそれを意識してることは何だ、はい、どうやって意識したの、それはどうやって変えたんですか。もう意識し、もうね、こっちに放り投げます。あ、あの素振りのイメージみたいな。はい、なるほど。右肘がもう、右肘をここで伸ばす。ほんと変わったよね。全然ほんとに、あのね、ここのさ、スピードの上がりがさ、うん、加速するようになって、うん、ちょっとさ、前はさ、あのうにょんってなってたっけ、そういう感じが、うん、だけどさ、さあ、セガ選手が先に乗せましたが、距離は132、8番アイアン。これもいい感じ。ナイスオン。ありがとうございます。まあでも、やっぱこのぐらいのレベルになると、多分アマチュアの人はああいうフェアウェイバンカー嫌だと思うんですけど、しかも砲台で打ち上げだから、ちょっとでも球上げに行った瞬間ダフるんですけど、まあうまくクリーンヒットできてますね。はい。ということで勝負のグリーン上行きたいと思います。はい、さあ、いよいよ勝負のチャンピオンを決めるグリーン上となりました。緊張の瞬間ですね。そうですね、まあ、セガモンはやっぱり、終始こうショットがしっかりしてて、うん、あの球も曲がらなくて、でやっぱりその今のショットをですね、まあ、約 12、3メートルオーバーしてますけど、はい、やっぱ今までの感じだと、はい、6番なんですけど、はい、今のショットクオリティだったらやっぱり7番でもよかったかなという、はい、感じはしますけど、まあでも基本ほぼみんなピンに行ってるんでね、はいはい、さあこのパッティング最後にどういう展開がね、はい、セガモモ選手のバーディートライ、まあ、下りの11メーターぐらいかな、はい、これはタッチが大事になりますね。向かってる。あ、切れないんだ。全然行かない。確かに多分ね、はい、思ったよりかね、下り傾斜なんですけど、はい、意外と行かなかったですね、これは結構シビアな、緊張するパーパットもありましたけど、まあ多分相当思ってるか下ってるように思いますが、はい、まあ意外とグリーンがそこまでね、はい、早くなかったというか、ブレーキがかかってしまったというか。後ろからいいですか。どうぞ。はい。あ、また芝選手もかなり。そうですね、かなりこれも下りのちょっとスライスラインかな。はい、これはね、距離感というよりかはもう本当にもう入れたい距離ではあるんで、約5メーター。しっかりしましたよ。でこれは、うわ、これもやっぱりね、セガ選手との駆け引きがありますね。やっぱりセガ選手が良かったから、はい、意外と転がらないのかなと思って打ったら、はい、まさかの1メーターオーバー。おー、結構曲がりましたね。9メートルくらいのバーディーパット。さあこれね、実際のうん、でも実際のツアーで、やっぱこの距離の優勝パットっていうのは、やっぱりこれは多分ね、タイガー・ウッズでも緊張すると思うんでね、
逆にこういう緊張感を与えてくれたアミューさんに感謝ですね。はい、菅選手 1.5 メートルくらいですかね、パーパットです。選手たちも急に静かになりましたね。さあ、さすがです。ナイス、よく入れました。今の下りのスライス、もうあれはね、僕ももう今まで何度も試合であの下りのスライス、はい、手がしびれて外した経験ありますけど、はい、なるほど、素晴らしいですね、本当に。本当してるのかな。さあ芝選手追いかけていくのか。はい、追い込まれた芝選手。ナイス、ナイス。はい、ということで勝負はプレーオフ、はい、次のホールに行きましょう。すごいんだから、行っちゃうぞ。プレーオフが次のホールですよ。今なんかパッと難しかったですね。あのね、でもね、やっぱりね、普段のねプライベートのラウンドよりかはるかに緊張するじゃん。はい、でああいう緊張感をやっぱりこう普段から経験して練習しないと、プロテストの時に普段と違う自分が出てきちゃうからさ、なんかいい感じの緊張感が。今のはちょっとだってみんな静かになっちゃってるし、うん、どうですか。この後どうなるんですかね。いや、怒んない、誰にも怒んないですよ。ですか。未来から来たんですか。怒ってるんですか。いやいやいや、怒ってるんですか。未来から来たんですか。いやいやいや、はい、どうですか。うこういう格好してきましたけど、はいはい、キャラが決まらなくてね。定まってない。とりあえず大きい、とりあえず大きい声出していこうみたいな。そういう感じでね。その蝶ネクタイはその自前なんですか。これはあの小林さんです。はい。でこれメガネはあの奥さんから借りたんですけど、はいはいはい、やってしまいまして、こっちこっちサイド行ってしまいました。何が起きたんですか。わかんない。気がついたらなくなってて行ってしまいましたね、こっち。ブレブレですよ。キャラマイクフォンはやっぱラッパーの立ち並みです。錆びてますけどね。錆びてます。だいぶ錆びましたけどね。マイク。はい。これ誰が見るんですかこの。あのクリちゃんね。はい。なんで今回はこのシュートアウトにアミューさんが、はい、まあ協賛してくれたかって。はい、ありがとうございます。まあ、言うと、はい、まああのまあ、ちょっと話長くなっちゃうかもしれませんけど、はい、僕は、まあ、あのあるプロ、まあ、藤井プロ、はい、でまあ、藤井誠プロから、はい、このアミューの、はい、あの社長さんを、はい、まあ、ちょっと全然別のところで紹介してもらって、うん、で、はい、こういうものを、まあ、出してるっていうこと でその社長さんがね、はい、めっちゃ元気なんですよ。すごい、もうまあまあもう70、はい、オーバーで、はい、そういうの見えないぐらい元気で、うわすごいなと思ったら、はい、あこういうものを出してるんですよ、はい、っていうことで、はい、うわすごいなと思って、で、はい、その時に今そういう僕たちが、はい、そのまあ、これからプロテストを、はい、に合格しようという、はい、まあ、選手たちを、はい、まあ、応援してるんですよっていう話をしたら、はい、うん、あじゃあぜひあの我々も応援して、うん、まあ、応援しますということで、はいはい、それで今回、はい、あのまあ、こういうシュートアウトができるようになったんですけど、なるほど、はい、であのそれと同時に、はい、まあ、要はこのあの商品を売ってもいいよと、はい、おっていうことも、はい、あの許可をいただきまして、うん、はいはいはい、でまあその、まあ、販売した、はい、まあ、利益を、まあ、例えばそういう選手の、はい、あの育成に役立ててくださいということで、うん、元気お裾分け、そう、いや、ありがとうございます、はい、本当にありがとうございます。ということであの、はい、本当に、まあ、今回ねシュートアウトが実現しまして、はい、でまあ、本当皆さんがこれをね、まあ、使ってみていただけたら、はい、あのまあ、それまたその、うん、あの収益が、はい、まあ、そういう選手の活動に、はい、まあ、役立つということにもなるので、はい、本当にありがたいことですし、はい、うん、まあ、こういう活動もね、はい、あのまあ、我々は続けていきたいなと思っておりますので、はいはい、もう今回に関しては元気にもなるし、うん、そうゴルフ業界も元気になるし、うん、まあ、だからこういう活動は、はい、あの続けていきたいですね。ぜひぜひ続けていきたいですね。なのでまた第2回、うん、第3回と続くように、はい、まあ、ちょっと頑張っていきたいと思いますんで、はい、はい、ぜひ頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。勝負は決まるまで終わらない。プレーオフに突入。はい、現場の篠崎さんとつながっております。はい、はい、ランドレポートのマナティでございます。はい、こう名物じゃないんですかこれ。ちょっと結構面白いホールになってると思います。17番ホール、はい、あのクラブハウスというかホテルが目の前に見えて、泊まってね。ここも結構難しい、はい、左ドッグですね。はい、
バンカーは多分まっすぐ行っても入んないんですけど、はい、ホテルの705号室ぐらい狙いでお願いします。そうですね、ホテル右端ぐらいが狙い目になると思います。ありがとうございます。お願いします。はい、お願いします。ちょっとフェアウェイ左だとあそこに見える木がかかってくるんで、うんうん、なるほどなるほどね。割とバンカー右端ぐらいでも全然いいです。右、ね、右の方がいいです。入らないよね。入らないと思います。さあプレーオフ、プレーオフ1ホール目よいしょ。今のは気合入った一打だったね。でも本当前から見たら全然違うスイング。今のはすごい良かったでしょう。さあ芝、はい、お30ヤード伸ばした飛距離で、おっと大丈夫か。結構右ですね。いやでも今のはかなり右向いてましたね。あ、右向いてました。はい、はい、次セガナイスだったね。今のしまったスイングだったな。素晴らしい。今なんか出し切ったんですね、うん、距離は155。結構すごいですねこれね。なんか153ヤード水分欲しいですねこの辺ね。153ヤードどうなんですか。乾燥してます。カピカピよ。いけそうだけどね。無理やだねこれ、まあ、ロケーション的にはですね狙いますね。狙えるだからこっからスライスは多分打てないから、うん、左めっちゃ左向いて左開いて、うんうん、プッシュ打つ感じで、うんうんうん、あーって行かないと、うん、きついかも。そうですね、怖い。まあでもバーディー、そうですねバーディー、あでも普通に行けるか。てかこう手前は結構盛り上がってるもんだよ。平気ですか。さあ勝負のかかった2打目、悩んでますね。ちょっとクラブ悩んでますね。まあちょっと風が若干のアゲンストになるのかな。前から見たら本当変わったよねスイング、うん、全然違う。さあちょっとピンの右だけどどうだ。ナイスオン、うん、見てます。うん、まあまあ今風のジャッジ的にはどうだったの。いやちょっと左上げぐらいの感じかなと思って、うんうん、そうだね。センター乗ればいい。うん、まあまあミスとしては全然 OK だね。いい緊張感ですね。キャプテンはどういう狙い目で行くんですか。とりあえず乗せたい、はい、とりあえず乗せたい、はい、いやでもいいからグリーンの手前うん、でも厳かったカラーでもいいかなって感じ。うん、わかりますわかります、うん、まずはこの前の林とか木をねクリアしていきたいですね。さあ残りの距離と番手は153なんですけど、ピンまでが。はい。打てないんで。お願いします。打てないんで、打てないんでっていう理由は手前に乗せればいいかなって感じです。え、これが打てない理由は何ですか。打てない。普通に打ちますけど、なんか木が、木に当たるし。さあ。これ俺の中では、これ全然難しくないんだけど。いや、普通に7で打とうと思ったんですけど。うん。7っていうか、
はい、でもまあ試合だからな、終わってからやってもいいけど、これ普通6で開いてピュンだよね。6ない。マラちゃんだったら多分これだから153だから7で左向いて、そう左向いて開いて、そうプッシュ、ピアノコのプッシュ、そうそうそう、覚えた、うん、そしたらこう左絶対消せるし、球も上げられるし、さあ行きましょう、行きましょう、ユーティリティの方で、すいませんなりそう。何度ですかそのユーティリティ？ 28 なんて、でもどうなんだろう、この前上がりっていうのは僕の中では、うん、むしろ球上げやすいなっていう傾斜だから、うん、これが低いってイメージを持ってるのがちょっと違うかなっていう感じだよね。低いイメージっていうか、あそこの木の上を行きたかったんですけど、7番だと上がらない気がして、いや余裕で上がると思う、7の方が上がる、うん、7でもう一回打ってごらん、番外編でお送りいたします。セーブポイントもともとやってたっけ？やってなかったんですけど、うんうん、やっぱやった方が切れ方わかるなって思って、あやりだしましたね。それで瀬賀選手はこれぐらいの距離はもう結構狙ってますか？まあそうです、イメージが良ければ。ああなるほど。どうですか今回のこのパトはイメージ？まあまあいい。ああなるほど。後ろ行っていいですか？はい、はい、ダメって言ったら、あ、打っちゃダメ？ダメ。あ、ちょっと待ってね、セガ。お、早く、イメージ消えちゃう。イメージには時間があるそうです。あ、お腹鳴っちゃいました。今日な、すいません、カメラマン失格です。すいません。あ、何の歌ですかね。ほうほうほう、うんうん、歌も歌えちゃうという、はい、あのプロデューサーの皆さん、あ、お腹鳴っちゃった。お待ちしております。CD デビュー、 CD デビュー、恋の直進運動なんだろう。恋のストレートライン発売中。もう気合で寄せろ。入れる、うん、もう入れよう。何ヤード？77です。77、58、あ、58、58、ごめん、はい、OK、 OK、 ちょっともう一回構えてみて。番外編でお送りいたします。さあということで、いよいよプレーオフグリーン上、瀬賀選手のバーディーパットからいきます。いや、これ緊張するな、うん、くわー、くわー、ナイスタッチ、ナイス、はい、ナイスパーです。さあもうしばちゃん入れるしかないよ。はい、ちょっと弱めできてたんで、うん、今回打とうと思ったら良かったですね。まあ、うん、かったですけど、めっちゃ良かったですよ。ありがとうございます。やっぱり横目は難しいですね。なるほど、本当でも上手いですよ。さあ決めればプレーオフ。お腹が空きました。決めればシバちゃんがいるからプレーオフです。プレーオフ、はい、もうカメラの充電がありませんね。ですでも入れるしかない、これは。
がおこの瞬間、はい、ということでこの瞬間チャンピオンは瀬賀桃選手、おめでとうございます。やった、ありがとうございます、ありがとうございます。うまかったよ、認める。いや緊張でしたね今日は、本当、はい、やはりこうスタートホールから、まあ、終始あのショットが安定してて、うん、まあ、ミスショットらしいミスショットっていうのはティーショット、あの1番ホールの2打目ぐらいかな。そうですね、あとはもうほぼ完璧なこうゴルフ、はい、まあ、途中ちょっと3パットのミスもあったけども、うん、まあ、ショットのこう内容というかこういわゆるこうクオリティは、はい、今日の中では一番良かったので、はい、まあ、あの勝者にふさわしいゴルフの内容だったんではないかなと思います、うん、まあ、やっぱりあの初見のコースだし、はい、これだけフェアウェイにきっちりきっちりドライブを打てたら、はい、やっぱりゴルフって有利に働くなと。やっぱり改めてそのゴルフっていうのはやっぱりこう狙ったところにきちっと運べる選手がやっぱり強いんだなということをまあ勉強しました、はいはい、だからこれにあのおごることなくですね、はい、もうさらに精度を高めて、はい、もうフェアウェイキープ 100%、 パーオン率 100% を目指してですね、来年のプロテスト頑張っていただきたいと、はい、頑張ります、思います。ということでおめでとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。最後の20万円の使い道は貯金と、あとちょっと梅干しを買うのと、あと洋服を買うのに使わせてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか最終ホール。最終ホールは、うん、もうセカンドが迷ってた時点でダメでした、うん、自分で決めて打てばよかったんです、まあ、うん、あ、なるほど、うん、でもね、ちょっとティーショットもね結構難しいとこ行っちゃったからね、しょうがないですね。あのティーショット、うん、飛んでる、飛んでたね。ポテンシャルを発揮しましたよ。振るっていうことは振ってました。まあでもいくらだっけ、10、2、15だからね、うん、ということで何に使いますか。美味しいもの食べようかな。あ、そうですね、癒してあげて。高級なもの、だ最近ね、誕生日だったんですよね。そう、誕生日、あ、おめでとうございます。キャプテン、おととい、マジ、おめ、おめでとうございます。おめでとうございました。最年長の記録を伸ばしています。はい、これからも28、うん、内緒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 、いっちゃった。26万人見えるんですけど、これえ26万人が18でお願いします。未成年ということです。いけるいけるいける、まだなんか学割とか聞きそうだもん。学割行きたいね。ということで、じゃあ最後、はい、最後ですね。どうでした、あの一ホール目で脱落しましたけど、サバイバル完全燃焼が過ぎる。第2回ね、お願いしたいな。ということで、まあでもあのやっぱりこの番組を見ていただいた方で、やっぱり本当にこのようなですね、緊張したその試合をやっぱりこう提供してくださったアミュー株式会社の皆様、本当にありがとうございます。まあぜひですね、また今後もですね、今後もまあこういうトーナメントやりたいと思いますので、まあぜひ応援していただける企業の皆様いらっしゃったらお願いいたします。チームスタジオよろしくお願いします。キャサリンも入んないと。キャサリンいるよ。誰誰誰、アミューさん、今回は本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ラブリーキュン、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。歯磨き、この企画は海の恵み恋団株式会社アミューの提供でお送りいたしました。